眠れる朗読の時間第28回新見南吉第17話蟹の商売。蟹の商売。蟹がいろいろ考えてあげく床屋を始めました。蟹の考えとしては大出来でありました。ところで蟹は床屋という商売は大変暇なものだなぁと思いました。と申しますのは、一人もお客さんが来ないからであります。そこで蟹の床屋さんはハサミを持って海っ端にやって行きました。そこにはタコが昼寝をしていました。もしもしタコさんとカニは呼びかけました。なんだ。タコさんは目を覚まして言いました。床屋ですが、ご用はありませんか。よくご覧よ、私の頭に毛があるかどうか。カニはタコの頭をよく見ました。なるほど、毛は一筋もなくつるんこでありました。いくらカニが上手な床屋でも毛のない頭を刈ることはできません。カニはそこで山へやって行きました。山にはタヌキが昼寝をしていました。もしもしタヌキさん。タヌキは目を覚まして、なんだと言いました。床屋ですが、ご用はありませんか。タヌキはいたずらが好きなものですから、よくないことを考えました。よろしい、買ってもらおう。ところで一つ約束してくれなきゃいけない。というのは、私の後で私のお父さんの毛も買ってもらいたいのさ。へい、お安い御用です。そこでカニの腕を振るう時が来ました。ちょっきんちょっきんちょっきん。ところがカニというものはあまり大きなものではありません。カニと比べたらタヌキはとんでもなく大きなものであります。その上、タヌキというものは体中が毛むくじゃらであります。ですから仕事はなかなかはかどりません。カニは口から泡を吹いて一生懸命ハサミを使いました。そして3日かかってやっとのこと仕事は終わりました。じゃあ約束だから、私のお父さんの毛も買ってくれたまえ。お父さんというのはどのくらい大きな方ですか。あの山くらいあるかね。カニは面食らいました。そんなに大きくてはとても自分一人では間に合わぬと思いました。そこでカニは自分の子供たちをみんな床屋にしました。子供ばかりか、孫もひ孫も生まれてくるカニはみんな床屋にしました。そこで私たちが道端に見受けるほんに小さなカニでさえもちゃんとハサミを持っています。おしまい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。アッパーズのあさちゃんでした。なほでした。またねー。